はい、皆さんこんにちは、こんばんは、よすがのです。歴戦王のテオテスカトルが来たということでね、早速やっていきたいと思います。今回の動画は、後付けの解説動画ということになりますね。特にタイムアタックとかではなくて、これ、3回目なんですよね、挑戦するのが。で1回目2回目っていうのは割となめてかかってたというところもあって、まあ今までの帝王のにちょっと毛が生えたもんだろうと思っていったらね、なんかやっぱ違うんですよね。モーションが速いというか、なんかちょっといやらしい感じがしますね。ちょっとその辺り解説していきますね。はい、今のね、飛び込みアタックっていうの、あれがね今回めっちゃ多いんですよ。しかも結構体にめり込んだ状態から飛び込みしてくるんで、あれね、今のねあれがね結構ねガードをねめくるんですよね。めくるって分かりますかね。ガードを反対、めくり昇竜拳みたいなものです。それがめっちゃ多いんでね、結構パワーガードを、多用しています。基本的にはですね、今までのテオとそう大きな変わりはないんですよ。でもなんかやっぱりこう動きが速い、モーションが速い、あとはなんて言うんでしょう、前置きが少ないんですよね。それは歴戦王に共通して言えることかもしれないですけど、なんかこうとにかく出始めのモーションが少ないんで、結構呼んでカウンターとか避けないと、カウンターするか避ける動作をしないと、結構やられることが多かったですね。はい、今のスーパーノバに関しても今回は結構頻度が多い。もうとにかくね、いきなり突っ込んできてスーパーノバとかしてくるんでね、結構いつ来ても大丈夫な状態にしておかないと厳しいのかなって思いますね。とりあえず僕はガード強化でガードするという選択をしてるんでなんとかなってますけど、ガードできない武器とかもうどうするんでしょうね。ちょっと僕にはどう対処していいか分かんないです。はい、ほんとね、とにかくね、めくってくるんですよ。まあ別に向こうもめくったろうと思ってめくってるわけじゃないんでしょうけど、まあ、結果、なんかすごいめくられるんですよね。相手が狙ってくるのが、こっちの体の中心を狙ってくるんで、どうしてもガードが反対になってしまうんですよね。それとあとね、突撃、突進が多い、あれもめくってるでしょ。あれ、今の飛び込みも多いし、純粋に離れてからダッシュでこう突撃してくる、これが多い。しかもあれも結構ね、芯を狙ってくるんでね、しっかりと避けないとこつかれてしまいますね。今回の帝王戦でも割とガードダッシュを使ってるんですよね。まあ、今のもそうですね。パワーガードから突きを出した後ってもうガードできないんですよ。ステップしかできないんで、そういう時はガードダッシュを入れてね、突きをキャンセルしていくという感じでやっていきましょう。はい、そしてどうやらですね、この歴戦帝王バトルは必ずと言っていいほど歴戦王のクシャルダオラが、登場するみたいですね。まあ、今もああやってね束まれてますけれども、縄張り争いをする時とそうでない時があるらしいです。で、今回はね争ってくれたんで、あっさりとクシャルがどっか行ってくれたんでよかったんですけど、あれ縄張り争いしないと結構居座るっぽいんで、まあさっき居座られたんですけどね、そうなると結構面倒くさいです。気をつけましょう。はい、この辺りからですね、割とまあ、皆さんやってると思うんですけど、ガードをするときに R だけじゃなくて L ボタンも一緒に押してね、こうやってモンスターを画面の中心に捉えてこう動くっていうのかな、常にモンスターの方を向いて動けるんで、ああいうとき LR を押しながらガードするといいです。はい、アシアを引きずりましたね。ここからは先行玉で、まあ、落として叩いて落として叩いてとやっていくんですけど、歴戦法のペオはどうやら先行玉は4回しか効かないみたいです。なので、たくさん持っててもね、あんまり意味がないんで、まあ、4回しか落ちないというふうに思って、まあ、最後に固めてね使っていくのがいいと思いますね。スカッってね、最後ぐらいは決めてほしかったですよね。で、まあ爆弾もねしっかりと忘れてきてね、なんなら猫もね忘れてきたっていうね。まあここからまたちょこっと戦って、はい、これで終わりということなんですけれど、まあなんていうか歴戦を手を助かとるね、うん、僕の腕ではランス以外でどうやって勝つんだろうっていうような感じがしますね。とにかく攻撃が多い、火の粉あれも多いで、もうとにかく体当たり、あと飛び込み、あとめくり、もうねちょっといやらしいかな今回のテオは。うん、ちょっといろんな方の動画とか見てまた、研究していきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。